あ、というわけでみんな、今回もミニゲーム大会ね、やっていくわけなんだけど、いや、前回ね、このポーラーっていうね、不正野郎に負けたんで、私、ルーラー説明聞く、なんだ今の笑い方、こいつ。怖くなかった。というわけで、今回ポーラーにリベンジすんね、俺は。いや、まだね、やってないミニゲーム系も多いから、どっちみち慣れたいってのもあんのよ、みんな。まだね、ウィーパーティーの方のミニゲームはほぼ慣れたんだけど、ユーの方はまだ慣れてないからね。でも何これ棒幅跳び。あのじいちゃんやばすぎ。え？じいちゃん飛びすぎじゃなかった今。長いポールを使って飛んだ距離を競う競技。足したスピードのポールとを離すタイミング。空中での踏ん張りがポイント。空中での踏ん張りってなんだよ。ヨッシーでしか聞いたことねえよ。ウィリモコンを縦に持ち、ウィリモコンを振ると速く走ります。ポールを差し込んだら A で飛ぶ角度を決定。砂場に落ち始めたらウィリモコンを振って飛距離を伸ばす。なるほど。最初は振って、角度を決めて A ボタン。オッケーオッケーオッケー。そういう感じで。え、俺一番ってなの振りすぎない？こんなポーラーが一番に決まってんじゃんね。やめてほしいよ、ほんと。うわーはっ、ここら辺。こんなもんでどうよ。いや、ちょっとこれ低かったか。うぅ、低かったにわかる。低かったにわかんな。どうなんだ ?122。あんまり飛べてない。もうちょっと遅くてもよかったかも。やばい、これ、初手は振りすぎるって。うわ、いや、角度つけてる。うわー、もうすでに越されたもんな、これ。やばすぎ。いや、ちょっと俺がちょっとあれだったら、もっと上目を狙えたら、いや、くっそ、こいつ。飛びすぎだろ、スティーブン。くっそ。惜しかったらもうちょっと遅めでいいんだな、あれ。おかしいだろ、こいつらの体力。いや、これはペケだなぁ。せめてポーラーに勝たせなきゃ。うえぇ、こいつらまさかやらせしてる疑惑あるわ。これで170ピッタだったらお前やらせだかんな。確実なやらせだかんな。わかってんだろうな。うわ、こいつ、やらせ疑惑をかけないように、わざと165で止めやがったわ。やめろやめろ、俺の記録を見せるな。122なんて低たらく見せんな。お前らがおかしいんだよ。お前ら分かってるからいいよな。俺は初見なんだよ、これ。初見なんですよ。うわ、スティーブンのマット。ここに来てあいつらが踊り出んのか、俺の前に。腹立つな、あいつら。あいつら親子なんじゃねえのか。で、ラウンド2。まだ初見ミニゲーム多いからな。慣れておきたいけど練習は甘いだと思ってんで、自分。さあ、次なんだ。何これ、決まりました。巻き巻きゴムプロペラー。だって何それ。左右のゴムをバランスよく巻いて大空へ飛び上がりましょう。はいはいはい。一番高く飛べたプレイヤーの勝ち。左右同じように回さないと右へ左へ飛んでいってしまうので気をつけましょう。ウィリモコンを縦に持ちながら A または B をしながら回すと、あーなるほど、 A ボタンで左回すみたいな感じか、この感じだと。なるほどね。じゃあ123456789012345678910みたいな感じで回していけばいいわけで。なるほど。あのネジのねじれ具合でわかるんだな。ほん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 。なるほどね。制限時間どれぐらいなんだろうね。おー、なるほど。まあ、とりあえず B から回すか。とりあえず B から回そっか。いきます。ちょっとストロップの音うるさ。はい、123456789101112131415161718192022232425262320。はい、次、123456789101112131。うおー、こんなもんでどうよ。いってらっしゃい。飛べ。みんな右寄り。みんな右寄りすぎない。みんな右寄りすぎないかね。落ちてくる。俺の勝ち。いや、右に上げ詰まりすぎ。右に集まりすぎだって。あ、俺悟空じゃん。メートルが、おい悟空だったね。オッケー。新記録。あー、そうなんだ。そんな誇らしいことでもねえな。はい、と、1段上がる。えい、ポーラーだけだね。このままどんどん上がっていきたいね。さあ、次、ラウンド3。もっといろんなミニゲームあるんだろう。やらせてくれよ。さあ、次は何かな。前回からね、続けて撮ってるから、ちょっと喉がガサガサ。何これ、どこでもシュート。何それ、何でもありか。誰よりも早く自分の色のゴール、ボールを全部ゴールに入れましょう。4つのゴール、どこでも入れても OK。対戦相手のボールはゴールに入れないように気をつけよう。移動で2で蹴るのね。オッケーオッケー。自分の色は多分青でしょ。俺まとまってんね。とりあえず、入れちゃっていいわけね。オッケー。おい、これでこっち行って、オッケーオッケー、いいよ。で、こっち行っての、ありがとう、オッケー。で、からの、おい、オッケー。俺の勝ち。あ、俺の勝ちだ。ざまあ見やがれ。オッケー。これがどこでもゴール男ウルでございます。初見でもこの強さ、凄まじいぜ。さあ、
ウルソデオキコールさん1段上がります。さあ、まあ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 、ここでだいぶ1勝できたな。でかいよ。余裕があるからね、心に。さあ、次なんだ。レギュラー初見じゃないゲームは、いや、初見のゲームやりたいんだよ、できれば。達人までになるときたい。なんだ。何これ、決まりました。カードでアップダウン。カードでアップダウン。上がるのと逃げるのみたいなのがあってこと？魚に捕まらないように先に逃げたプレイヤーが勝つゲーム。シャッフルされたカードを選びます。カードの数字で移動が決まる。カード早物勝ち。シャッフルされたカードの場所を覚えて、先に入力して魚に食われないように逃げなきゃいけないと。魚思った以上にメカメカし。さあ来いよ。スタート。さあ、これはプラス2ね。OK。こっち行くかは半分ね。OK。オッケー、俺、危なかった。プラス2選んだ。プラス2選んだ。絶対プラス2選んだ、俺。絶対間違いプラス2。ふぃー、マット、おいおい、スティーブン。さあ、俺たちは上に上がらせてもらうぜ。あと1回、あと2プラス取ったら勝ちな気がすんな。あいつ壊れんじゃね？あ、まだ平気なのか。ここね、プラス2。オッケーオッケーオッケー。プラス2覚えた。ここ、オッケー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 。絶対勝ったわ。間違いなく勝った。さあ、マット、どれを選んだ？あいつ、あ、ゴーン。じゃあな、俺は先に逃げさせてもらうぜ。あ、終わった。いや、あいつら食われたろ。あの後絶対食われたろ、あいつら。オッケーオッケーオッケー。ま、これは楽だね。これは先に選んで、もう先にスッて選んだもの勝ちだわ。反射神経もクソもなかったな。心の余裕ができる。初見でもありがたいね、これは。ラウンド5。次やるミニゲームはこちら。さあ、なんだ？なんだこりゃ。決まりました。ぷかぷかタルレース。わ、レースか。レースですか。どういうレース？タルの上に乗って長い時大木を避けながら川登り競争をする。一回ゴールできたプレイヤーの勝ち。ウィノモコを横に持ち、前後左右傾きで移動。なるほどね。前後左右はこれなのね。まあ、上下左右が全部真っ先にそうやって傾きで移動したやつの勝ちってわけだ。はい、行きます。行くぞ。俺、こっち側が行くか。オッケーオッケーオッケー。で、こっち行っての、ちょ、待って、あ、いた、押すな、人のこと。オッケーオッケー。で、こっち行っての、オッケー、いいよいいよ。で、俺、こっち行くぞ。オッケー、いいよいいよ。で、こっち行きます。で、ちょ、待って、あいつ、ポーラ。ポーラ確実にやってるわ。俺が1位だ。俺が1位だ。どけろどけろどけろ。うわ、マジか。うわ、あれはポーラ。うわ、あいつ、大木の流れをもう予期してやがった。うわ、あいつ、クソ、勝ったと思ったんだけど、今の。クソ、やっぱここに来てライバルはポーラか。やっぱこいつなのかもしんない。まあまあ、まだまだいい、まだいい、まだいい。いや、今のは勝ちそうだったの、本当に。いやね、後ろからスティーブンが押してきてたんだよ、ずっと俺の背中を。あいつ、俺のケツ触ってきてたんだよ、俺のミーのケツを。あいつ、セクハラで訴えてやろうかな。次、何？さあ、なんだ、なんだこりゃ。決まりました。順番シューティング。運ゲーの予感がしない。積まれたブロックを打って落としたポイントを競う。たくさんポイントを取ったプレイヤーの勝ち。ウィリモコンを縦に持ち、 A を押すとポインターに合わせた位置に合わせて球を打つと。なるほどなるほどなるほど。まあなんか下の方狙いすぎると壊れねえ的な感じなんかな。いや、もうロックマンじゃん、やってること。で、とりあえず俺はこれ誰からなの？俺？おい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 、これ後続有利だろうが。どこがいいんだろうな。ここら辺バランス崩してない？ここら辺打ってみる。はい。うおお、よく耐えたな、あいつ。あいつよく耐えたな。あれぐらいが多分ちょうどいいってことだよね。おい、まさかあいつポーラに点取らせようとしてんじゃねえだろうな。おい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 、なんかしょっぱいな、お前ら。なんかあいつはしょっぱくない？おー、いいね。俺これからなの？だったらまあここでいいんじゃねえかと思って、結構重そうなんだよな。ここら辺で行ってみる。はい。まあまだあるしね。うえ、え、は、ちょっと待って、変わったんだけど。ずる、ちょっと。それなしだろ。小さいやつになったんだけど、ちょっとありそれ。お前らそれなしだろ。これやらせじゃね？これやらせじゃないですかね、皆さん。だったら俺ここら辺から狙う？ここら辺かな。いや、ちょっとあまり良くなかったな。いや、ちょっと待って、これポーランターで変わるんじゃねえだろうな。いや、むしろお前らが打って、打って減らせ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。で、なんか適当に打て、お前も。いいぞ。
ここであいつが4点でも3点落とさない限りあれだろ、勝ち。バカどもが。ナイスだね。2回目は変わんないんだね。なるほど、なるほど。いや、でも1回目変わんのずるくね。変わるとは聞いてなかったんだけど。とりあえず1段上がって俺リーチですね。さあ、だいぶもう高みでございます。まだ余裕あるからね。まだ余裕ある。あと1、2回は負けても平気。1、2回は負けても平気だけど、さすがにちょっと余裕を持ちたいね。なんだろう次。あの忍者みたいなのなんだ？なにこれ？マフラー編み競争？マフラーを編むの？編む手を素早く動かして長い長いマフラー編みましょう。一番長く編めたプレイヤーの勝ち。ウィリモコンを横に持って、プラスと2を押したままウィリモコンを左右交互に傾けるとマフラーを編みますと。なるほど。こういうことだよな。OK です。こういうことでしょ。こういうことでしょ、みんな。こういうことでいいんだよね。いやー、指が死んじゃう。指が死んじゃう。これやばい。むずいかも、これ。何センチ。マジかよ、あいつら強。ちょ、指が死ぬ、これ。思った以上にプラス押してるって結構難しい。意外とむずいわ。クソやるな、あいつ。マット。全盛期の姿。いや、マット強いね、やっぱり。なるほど、ポーラでなんか、今回マットが勝ち上がってくんのか。いや、ちょ、待って、今のやつ指痛い。十字ボタンやばいほど痛かったんだけど。どう持つのが正解だったんだ。え、次何？次何じゃ？何これ？よく見てサーキット？何それ、初見だよ。よく見てサーキット、動体視力ゲー？目の前を通り過ぎる車のデザインよく見て正しい答え選びましょう。正解を払うべく選んだ順に高い得点が入る。3ラウンド合計得点が高いプレイヤーの勝ち。ポインターで、なるほど、ワン、ツー、サン、シーがあんのね。オッケー、オッケー、オッケー。動体視力ゲーか。やばい、瞬きしとこう、今のうちに。今の感じね。今の感じの速度で来るのね。どんな感じだ？おい、来いよ。来るな。棒が片方なかった。これ。オッケー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 。いや、バカ。お前、車の機種も見てねえかったのか。なるほど。車の形もあんのね。オッケーオッケーオッケー。スティーブン。あんな強そうな顔してんのに、クソ雑魚。ラウンド2。ラウンド何まであんだろうね。スポーツカーのようなやつ。これかな？それ？うわ、それだったか、クソ。やばい、ポーラ。ここにいた、あいつが。そっちだったか。ファイナルラウンド、これが最後ね。棒一本の3。棒一本の3。これが、オッケーオッケーオッケー。え、これだよな。え？オッケー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 。あ、違う、お前かい。お前かい。お前だったんかい。うわ、クソ、こいつは同時に上がって来ようとしてきやがる。何を考えてんだ、こいつら。同時に来ようとしてきやがる。怖っ。同時に来ようとしてる。やめて。いや、マジか、今の車、あっちの方だったか。スポーツカーの方だったか。いや、ごめん、今のは見逃して。いや、そういうこともあんのか。やべえ、数字もう1台来るとは思わなかったからさ。いや、マジかよ。やばすぎ。ラウンド9。次プレイするミニゲームはこちら。なんじゃ。なにこれ。ピコハンファイト。ピコハンファイト。何すんだ。ピコハンで殺し合うのか。対戦相手の頭にある風船をハンマーで割りましょう。最後まで風船が残っていたプレイヤーの勝ち。風船を割られたプレイヤーもリタイアせずリングに残って邪魔できる。最低じゃねえか。プラスで移動して、なんかいろいろハンマー振るらしいね。じゃあやってみるか。これ真っ先に俺狙われそうで怖くない？やめてもらいたいね。来いよ。OKOK。なんだあいつ、ずっと俺に粘着してきやがった。だが勝ちだ俺の。ざまあ見さらせやおら。なんだあいつ、ずっと俺の近く徘徊してたんだけど、怖い怖い。時に勝ちました。いやー、強えな、普通にすごく強い。でもこいつら、まだ俺がミニゲームに慣れてないってのもあるかもしんないけど、普通に強え。やるじゃねえか。優勝。はい、俺が優勝しました。やっと勝ったね。
なんだこのショッピングなんか通販の BGM みたいなやつ、5対2対2対2。いや、よかったね。いやー、最初のやつでも勝てたらもっと早く終わったんだろうけど、いや、面白いミニゲーム多いね、ほんとに。これ終わったらすごい強い。来ちゃったね、来ちゃったね、来ちゃったね、達人。待ってたよ。とんでもねえ、待ってたんだよって感じだよ、ほんとに。じゃあ次回はいよいよ達人の野郎にリベンジしていこうかなと思いますよ。それじゃあ皆さん、次回の達人戦でまたお会いしましょう。バイ。